今回は旗本退屈男、取り物控え、毒殺魔伝後編です。前編は概要欄のリンクからご覧いただけます。市川歌右衛門の旗本退屈男シリーズの戦後再開第2作目、松平家お家騒動に潜む悪辣な企み、早乙女門戸之助がついにその謎を解き明かします。岡城北川千鶴が、猿若三夜を宮城千子が演じています。旗本退屈男シリーズはテレビドラマとしても何度もリメイクされています。それではどうぞご覧ください。柳田左近殿、昨夜より行方知れず、ご家老様と同道、国は行こうみたる者だ。猫が琴の音の容器に誘われて、ギラギラ目を光らせ歩み静かに女の喉笛を狙って、入信の芸とはその方のことの知らん、入信の技とはその方のその真に迫った気違いぶりじゃの。千君では様、お読しのあの手、何時はその七合盛りで、浜田宗之助、菅谷左衛門の目を引きつけ、一味の一人に毒を仕込むの機会を得させた。また何時は一味と共に、吉野寺様、お蓮様に毒を持って、その罪をお浦様に着せかけたばかりか、後日万一のためにもと、お家にあだなす幻の猫をあるがごとくに見せかけ。違いますよ、確かに私、血を浴びた猫。ない、所詮逃れのところと関連して、あれ程に申し立て。そのほら数人の腰元を灰色で操るはその何者。今走り出た腰元はいずれに。私の横を挟む方あちらへ参りましただれど、乱心者にござりまするゆえ、今後はお構いくださりませぬよ。なるほど、道理でそなたが何かと可愛立てするはず。何か手伝いをご存知か。何かはどうせられますると、向こう者で赤塚組の首領、ご家老石丸行部殿の甥にあたる男じゃが。一向に存じませぬけど。確かに、はい、うん、それでは実のお事後に尋ねるとして、行部殿はいずれに。はい、主流の間にござりまする。お、これは何かご用用でも。飛竜玉を望むのぞ、すなわち家老お家横領のことに通す。何と申される。いやいやない、昨夜拙者は不思議な夢を見ましてな、場所はいずれともはっきりいたさんが、何でも奥庭の片隅ともおぼしき地の底に柳田左近殿が無残なる死体となって。その夢と拙者と何の関わり合いがござる。ござりませぬかな。ある通りがござらん。では貴殿のお家浪川鉄斎の最後の模様はいかがでござる。浪川は拙者をあやめんとして逆に拙者に斬られたが、このことは無論ご承知でござろうな。存ぜぬ。何存ぜぬ。縁を断ち、出入りを差し止めてよりすでに5年、今は全く他人に等しい鉄斎の消息など知るはずもなければまた知ろうとも思わ。なるほど、では浜田家の屋敷電波塔を抵当に蔵前札差し大口屋より1万両借りた利率はどうじゃ。
拙者の調べによれば、貴殿はその中よりさらわか三屋に500両、お銀に300両の身代金も支払い、さらにまた柳田左近の名義によって鉄砕にも相当の金子を手渡しているはず。手元料として、また石見銀山の代金として。黙れ。他ならぬ殿の賓客とも遠慮いたしておれば図によって、さような根も葉もないことを信じて。根も葉もないか。ない。ならば尋ねるが、行その方1万両借り入れの日付はしかと覚えおるか。借り入れの日付は千君では様お得し以前、宗之助が未だ死殺しの大罪人として囚われぬうちに、すでに駒竹の財産はその方の名義によって1万両の抵当に入っているが、性根を据えて返答せい。これに何て言い開く。ご家老殿、行部殿はよいじゃ。おお、行部殿、殿はよいじゃ。お呼びでござる。ねえ、なんとなされます。もしお殿様、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 夕暮れの叱って目の目をかびろと。何事。姿なき幻の猫が顔ほどくっきりと血止めの足跡を記す。の一歩の舞い納めにござります。ぜひともご承諾くださります。拙者もいささか覚えがござり、後々の思い出にそなたの死へ目の当たりとっくりと拝見いたそう。こちら長屋組役目の儀は増えるこった。よ、いざという時には足手にならないようにとっととけんな。そんなんだ、見てくじゃな。
兵士、下級にまた何言えぬ呼び出しや。他でもございませぬが、ひょっとするとこよいこのお屋敷内で門戸の助なる男と岡地なる女子共に仲良く生涯の幕を閉じまするかも。何、生涯の幕を。よってあなた様に陰ながらそのご見分を願いまするために。梶か、その方取り急ぎ五郎中稲葉田島の神様お屋敷に参り、松江藩江戸上屋敷即刻お手入れのお許しを。いえ、お待ちなされませ。もはやそのゆとりはございません。ただこの上は親御様の真心傾けられまして、ただ一筋に若様の武運の強さをお祈りなされませ。どなた様でござる。吉成じゃ。吉成様にござりまするとうん、いかにも吉成。かかる野中にその吉成様はまた何用のござって。猫目の鳴き立てる声がしきり耳について眠ろうにも眠れぬえ、しばし庭先を外を歩きだといたそうと思うのじゃが、早乙女、すまぬが残事用の話し合いと追い出してくれ。惚れましてござります。おほう、早乙女、そなたは外歩きにまで刀を帯びるか。転ばぬ先の杖にござります。柳田作に締まる業務と一回にも相次いで姿を消しまして、上からにはこの屋敷内滅多に無手では歩かれません。なるほどの。いや、それも通り。泊まれ参ろう。何をなされます。何としたの。いや、気のせいにございました。たちの無礼はわしらにお許しの上、暫時奥でお待ちを願います。さまい殿、これは何の真似事じゃ。お三方お揃いにて今夜よりおつぼねい、まことめでたき行事にござります。何といたされました。猫ちゃん、猫目の鳴き声か。いかにも錦がここをしっと鳴き立ております。慣れてもよしです。猫をお家に取りまして、救いの神にござりまするぞ。何、救いの神と。さようにござります。またなぜにじゃ。腰元萩野の独身、猫の怨念を絡ませました小子千番なる小細工による、千君出羽様を毒殺の下死人が判明いたしましたゆえ。誰ごとではあるまいの。冒頭ござりません。してその者は。直接お毒を盛りましたは腰元さなえ。何、さなえ。並びに一味の腰元の萩野、目を弥生、合わせて四人にござります。確たる証拠があっての上の断定。無論のことにござります。あればそれは。第一、菅谷殿の毒味をお邪魔いたしました一味の萩野が調べることの音色にござりましたこと。第二、菅谷殿のその油断に乗じて直前に毒を仕込みうるうちにありましたものが一味の三人のみでござりました。ではおいら様、毒殺の下手人は。食事に石見銀山を仕込んだわさない。それを牢屋へ持参して口うまく進めたは柳田左近。それではお銀殿は何者。確証はありません。手口より見てやはり同じ一味。するとお蓮様というに毒死を持ったのも。申すまでもなく、さなえとその一味にござります。おいら様の長江長身、毒を仕込んだは名誉。お蓮様をつぼねえ、それを運んだのは萩野。それと知りながら見て見ぬふりをいたしましたはやゆい。信じないの。あの者たちがさような鬼畜にも等しい罪業を重ねたとは到底世には信じられぬが、もしもそれが事実とすれば、そこには何か深い才がござります。それは早苗が家老石丸行部の知遇に感じ、ご奉公の誠をいたさんとして。では行部が一味の黒幕。御意にござります。その確たる証拠は。謎の失踪の位置にて十分かと存ぜられます。してまた行部が何の入れにそのような。上には上、秋の神吉典の知遇に感ずるのあまり、ご奉公の誠をいたさんとして。かかる不祥事を。待て、今一度申してみ。一味の頭目、告白中の告白は松原秋の神吉典。ブレムの言葉すぎる。何の告げるものかい。犯した罪の悪度さ、恐ろしさに比べれば優しいものよ。その方それは正気で申すか。いかにも正気。かほどの大事を
まさか寝とぼけ半分には申されますまい。面白きやつ。当人の世の前でさような誤りを抜け抜けと口に出すところはさすがに早乙女だ。許す、申してみ。そもいつの頃へその方、そのような拉致もない妄想を抱くようにあいになったの？これこそ極悪の張本。八幡それに狂いなしと確信いたしました。栄翔院において久方ぶりにあなた様に拝謁のその刹那にござりました。ほほう、では当主より要張本人と睨んでいたのじゃの？さようにござります。睨んだその司祭はあなた様のあの切り紙。何切り紙？仏門にある身が頭髪を蓄えることさえ異例にござりまするに、先代出羽様を独知より満1ヶ月のあの時、肩先に垂れかかるあなた様のあの切り紙はすでに7ヶ月の伸び。まこと恐ろしきあなた様のお家強奪の陰謀はその切り紙の上にはっきりと示されおりました。なるほど。よって拙者それをもとへに段々に取り調べました。あなた様はまず出羽様を毒害の手先に使わんために古参の腰元早苗に手をつき、また相続のことに異議を唱えさせるためにお蓮様お由良様をあらかじめ我が物にいたしおき、こと成就と見れば無断にそれを毒殺するなど、色仕掛けの数々の悪謀に加え、浜田家十万両の没収を策し、大名の栄華を極めるために当主宗之助に死殺しの罪を着せかけるなど、しばる凶暴君子役に色よく二道の鬼畜の振る舞い。ただただ恐れ入ったかの？人間なれば誰しも恐れ入るは当然。さればその極悪人の義則が危うく早苗一味のために毒害されんとしたあの一時、なんとと。毒までもござりませぬこと、あなた様は毒酒は飲み下さず、それを含んだまま甲虫を噛み切って苦悶を装い、その血とともに毒酒を吐き出されました。それと知りながら義則の仮病に力を合わせた宗方法案、まさしく何時も極悪の一人じゃの。どうしてならば今一つ、極悪人の義則がわざわざその方を招き寄せて下手人の探索を依頼せし、その存念は何と時ほど。裏と表と二つの分け合いがござりまするが、表はすなわち極悪人のうぬぼれと思り、拙者の乗り出しを聞き知ったあなた様早乙女ごと何ほどのことやると鷹をくくって慰み半分に招かれたのが思わぬ誤差、案外のしたたかさにことの発覚を恐れて凶部に命じて左近早苗に命じて萩野を殺させてはみたものの、なおも緩まぬ拙者の追及もについには手づから凶部までを殺しなされた。理路整然としてまさに棚心を指すごとしじゃが、でその裏の司祭とは。浜地なる新規召し抱えの腰元が拙者妻おかじに他ならぬと知り、さらにまた大枚の金子を投じて贖い取った猿若さんやと肥牡丹お銀が密かに拙者に心を寄せると嗅ぎ知り、色悪の妬みから拙者を亡き者に。すでに殿、殿よ。愛しとき極悪の報いは己よりいでて己に返る。
殿は自滅。我から池へ沈まれたという二軍蔵の池、何とする気じゃ。殿殿殿は何としました。早乙女の関係にかかり、奥庭の池に身を沈められ、無残なご最後を遂げられましたぞ。おかり殿、そなたの夫早乙女門殿助、ご運めでたい男じゃの。それに引き換えお殿様はそなたの夫に図られて風にも池底へ押し積みなされた。なされたからにはそなたたち三人もこの早苗もぐずぐずはできません。先にお旅立ちのお蓮様、お由良様、お銀様と合わせて七人の花嫁をどこどこまでもお殿様のお供をさねばならん。まずお梶殿に毒を差し上げまするゆえ、みなみなこれへ来てしっかりと押さえていや。どうぞ。口を開き、しらかんか。強情者、どうあっても飲まさずにはおきませんぞ。これ。の中年の家来はバカの勢ぞろい。望みとあらばもろは流星眼崩し、一手二手お目にかけを参りに。人の気配が門の方へ参るようじゃ。しかしまだ安心は足りません。中庭あたりには立ち音が。
判事、おかしなもんでした。おかしなもん怒れねえか。お元気じゃ。悪事にからのピンから切りまで下手いするだったら残しになりますまい。そうか、病名はすぐにお姉さんも送りつける。じゃあ。後に残ったんだ、ちゃんちゃんバラバラ、もう、まあ、いちころですわ。バカ野郎、なぜそんな水くさいことしやがるんだい。どいつもみんな打ち歩くせしやがって、なぜ若様一人を。若様、お先生、なんじゃ、その方まで参っていたのか。夫がかかって危ない、さあ、早く一瞬。あいつどうぞ、答えな、待て。この屋敷に救う御国人にしますは何と。天の廃材により、見事死滅いたしましてござります。あ、それは長女浜田宗之助なる者もさぞ喜ぶことであろうが、没収された浜田家財産の儀はこの備前南町奉行の名にかけて必ず預金取り計らう家、安心いたせ。はっ、はっ。ところでさて、退屈男とやら、その方は巷の男、か弱い者の守り神だ。家を忘れ親を捨てたと、その心その行いがあれば親不孝者とは申され、以後はその方の思うがままに過ごすがよいぞ。はっ。いや、聞けばその方おかじとか申す自慢の恋女房があります。この備前のまたそれにある伝七の目の正月にまこと似合いのそのおしどり姿見せてみよう。さればいけ。はっ。おかじ、参ろう。はい。お言葉に甘えます。うん。エンタ、参ろう。はい。チントン、参ろう。はい。なんで、おいらだけが連呼じゃねえのか。つまんねえの。伝七、何を泣くのじゃ。泣くな。泣くでない。いかがだったでしょうか。推理あり、剣劇あり、ユーモアありでしたね。うんうん、市川歌右衛門さんの盾かっこよかったな。確かに娯楽要素が盛りだくさんだし、ストーリー展開のテンポも良くて、作られた時代の古さを感じない映画だったわ。そうだね。他に何か感じたことはある？セリフが聞き取りやすかったらもっと楽しめたかもしれないわ。なるほど。話は変わるけど、北王子金屋さんって市川歌右衛門さんの息子なのよね。そうだね。北王子金屋さんは旗本退屈男シリーズに何度も出演しているんだよ。そうなんだ。そろそろお時間ね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ高評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。